ひらがなの絵を描きます。まず、一画目。上から少し下がって止まります。二画目。下から横線は上がります。そして下がってきて大きな滑り台のようにイメージするといいでしょう。描いたところを なぞりながら戻ってきて、軽く止まって、下、横、最後はしっかり止まります。これでひらがなの絵の描き方を終わります。